つむき笑うその頬を伝う涙一粒けて散ったガラスのように僕に突き刺さる胸の痛みさらけ出していいよ、いつでもその笑顔、救われてきた僕なんだ、今だ10代ユベルに会いに行く。独りよがりのつもりはないけど、俺でなければユベルからヨハンを救い出すことはできない。僕も行く。いや、行かなくちゃいけない。兄さんに誓ったんだ、最後まで10代君を見届けると。それは僕でなければできないことなんだ。だったら私は教師として君たちを監督しなければならないのね。生徒たちだけで危険な遠足に行かせるわけにはいかないのね。でもこの扉の先で何が起こるか、それを見届ける。わかった。ショウの兄貴かっこいいのね。オイラも一緒に行くわ。盛り上がっているところで悪いが、ん？俺はここに残る。タニアと仲間たちと共に、うん、俺を必要としてくれる人たちがいるんだ。俺はそれに応えたい。うん、10代また会えて嬉しかったよ。俺もだ、タニア。ショウ、カイザーは万丈目たちと同じ場所に。伊沢くん、お願いします。10代、ん？お前ならやれる。ヨハンを救い出し、この世界を元に戻すことができる。お前が願えば、その思いが強ければ、きっとそれは現実になる。キリキリ。この次元は精神と物質が一つにつながっている。だからお前の願いが強ければ、奇跡は起きる。任せたぞ、10代。ヨハン。頼んだぞ、10代。思った以上に力を使ってしまったか。もうすぐ10代がやってくるというのに。
お前は、アモ、俺との証が。僕はただ君と手を組んだら何ができるかとワクワクしただけさ。一緒に楽しもうよこの世界を。さあ俺の手を取って。これでお前と俺は友達だ。あんなに仲が良かったのに。君の命令を忠実に遂行していただけさ。でももうそれはできない。エクゾディアを手に入れたのか。エクゾディアを解放する。そうか、君は愛する者を犠牲にエクゾディアを。すごいじゃないか、君は自らの固い意志を食い破った。これがむき出しの本当のアモンなんだ。そうだ、そして僕は王となる。お前を倒して。俺を倒す？僕を誰だと思ってるんだ。どこで遊んできたのか。相当ダメージが残ってるな。今ならたやすくお前を潰せそうだよなあ、ユベル。なめるなよ。ほう、君がその気なら受けて立つ。別のデッキを装着だと。さあ玉座をかけてかっこよく決闘と行こうじゃないか。ちょうどよかったよ、愛しい10代に会う前に体力を元に戻さないとね。そのためには深い深い心の闇が必要。アモン、君はね、最初からいざという時のための僕の保存食だったんだよ。デュエル。僕のターン、ドロー。永続魔法トライアングルフォースを発動。このカードが発動した時、デッキから同じカードを2枚選択し発動することができる。いきなり永続魔法を3枚。この3枚の永続魔法を墓地に送り、高麗王波紋を攻撃表示で特殊召喚する。いでよ高麗王波紋。いきなり幻魔を。だがこちらもあと1枚でエクソディアが完成する。さらに速攻魔法手札断殺を発動。お互いに手札を4枚墓地に送り、そして墓地に送った枚数分ドローする。残念、これでエクゾディア完成はまず消えた。でも大したものだよね。そこまでエクゾディアを焼酎のものとしていたとは。それも君が愛する女性の犠牲のおかげだ。そうだ、俺はエコを殺した。殺してエクゾディアを我がものとした。カードを1枚伏せてターンを終了。僕のターン、ドロー。この瞬間、究極封印解放儀式術を発動する。
究極封印解放儀式術はこのカードが墓地にあり、そして手札および墓地に封印されしと名の付くカードが5枚あるとき発動でき、墓地にある封印されしと名の付くカードを全てデッキに戻す。その後手札が封印されしと名の付くカードを2枚墓地に送り、究極封印しエクゾディオスを特殊召喚する。攻撃力が決まってない？エクゾディオスの攻撃力は墓地にある封印されしと名の付くカード1枚につき1000ポイントアップする。墓地にあるエクゾディアパーツは2枚。ハモンの攻撃力は4000だよ。永続魔法強者の苦痛を発動。相手の場の表側表示モンスターは全てそのレベルかける100ポイント攻撃力を下げる。ハモンのレベルは10よって1000ポイント攻撃力ダウン。そしてエクゾディオスが攻撃するとき墓地にエクゾディアパーツを送る。攻撃力が波紋と並んだか。だがエクゾディオスは戦闘では破壊されない。行けエクゾディオス。炎上のライザーエクゾードブラスト。永続トラップデルタバリア。このカードは発動したとき墓地にある同じカードを発動することができる。デルタバリアが場に3枚あるとき1ターンに1度自分フィールド上のモンスター1体に発生する戦闘ダメージをゼロにできる。よって波紋も破壊されない。どうでもいいことだ。間の経過などエクゾディオスの効果により墓地にエクゾディアパーツが5枚揃ったときエクゾディアが完成し僕は勝利する。あくまでもエクゾディアにこだわるということか。ターンエンド。僕のターン。ドロー。場の3枚のトラップカードを墓地に送る。イデオ2体目の幻魔深淵王ウリア。ウリアの攻撃力は僕の墓地の永続トラップ1枚につき1000ポイントアップする。墓地には3枚の永続トラップよってウリアの攻撃力は3000。だが永続魔法強者の苦痛によりウリアは1000ポイント攻撃力がダウンする。手札から装備魔法エターナルリバースを発動。ウリアに装備。1ターンに1度相手の場のマジックトラップカード1枚をセット状態に戻すことができる。このターンそのカードは発動することはできない。そしてエターナルリバースを装備したウリアが戦闘で破壊されるときこのカードを墓地に送ることで破壊を免れる。強者の苦痛の効果がなくなったことによりウリアとハモンの攻撃力は元に戻る。まずはその目障りなカード。深淵王ウリアの効果発動。1ターンに1度相手の場にセットされたマジックトラップカードを破壊できる。トラップディストラクション。そして高麗王ハモンでエクゾディオスを攻撃。失楽の霹靂。エクゾディオスは戦闘では破壊されない。だがダメージは受けてもらう。ターンエンドだ。僕のターン。ドロー。エクゾディオスで深淵王ウリアを攻撃。デッキからエクゾディアパーツを1枚墓地に送る。これでアモンの墓地にはエクゾディアパーツが4枚。あと1枚でエクゾディアが完成する。
装備魔法エターナルリバースを墓地に送ることでウリアの破壊は免れる。ターンエンド、あと1枚だ。次の僕のターン、エクゾディオスの攻撃によってエクゾディアは5枚揃う。そして君は晴れて王となる。よかったね、君の願いが叶うんだ。だけどそれを誰が喜んでくれる？君が君らしく生きること、それを一番喜んでくれるのは君の愛したエコーという女性じゃないのか？でも君は彼女を死なせてしまった。彼女が喜ぶ姿を見ることはできないんだ。それっておかしくないかな？黙れ。僕なら耐えられない。愛する者のいない世界など、10代がいるからこそ痛み、苦しみ、そして喜びがあるんだよ。エコはいる。ここに。随分と虫のいい、へりくつをこねて自分を納得させたか。さすが王様、何でも無理が通る。じゃあそのエコーの亡霊を僕が消し去ってあげよう。二度殺してあげる。僕のターン、ドロー。マジックカード、デュアルゲート発動。このカードと墓地にある同じカード1枚を除外し、カードを2枚ドロー。僕は幻獣士を召喚。このモンスターの召喚に成功した時、幻獣士を除く僕の場に存在するモンスターの数だけ獣士トークンを特殊召喚する。場にはウリアとハモンの2体。そして3体の獣士により300ポイントずつダメージを与える。900ポイントのダメージを受けてもらう。そして3体の獣士を生贄に幻魔王ラビエルを特殊召喚。三幻魔王全て。マジックカード、次元融合札を発動。三幻魔を除外する。何？これは三幻魔を融合。混沌の闇よりいでよ、混沌幻魔アーミタイル。究極幻魔アーミタイルは戦闘では破壊されない。そして攻撃表示の時、1ターンに1度相手モンスター1体に1万ポイントの戦闘ダメージを与える。エクゾディオスはマジックトラップ、そしてモンスター効果も受けない。相手のモンスター効果はね。あ、何？アーミタイルはメインフェーズに相手の場に移動することができる。まさか。そのまさかだよ。今現在君のモンスターとしてアーミタイルの効果を発動させる。虚無幻影羅生門。ターン終了時にアーミタイルを除くフィールド上の全てのモンスターを除外する。エコそしてアーミタイルは相手の場、つまり僕のところに戻ってくる。だがこれで君のエコーはもう戻ってこれないね。エコー、まだだ。動じてないのか。エクゾディオスを葬り、エクゾディアの道は
もはや立たれたも同然なのに。フィールド魔法霧の王城発動。今までに見せたことのないカード。5つの楼閣が霧の王城を守る。なんだこれは。キングミストを攻撃表示で召喚する。キングミストは霧の王城が場にあるとき生贄なしで召喚できる。さらにその手に王家の剣を装備。この剣を装備したモンスターが戦闘を行ったとき、バトルフェーズ終了時に紋章カウンターを一つ乗せる。行けキングミスト、アーミタイルを亡き者にしろ。ミストストラング、キングミストのモンスター効果。キングミストが攻撃するとき、お互いのモンスターの攻撃力を1にすることができる。ふん、だが攻撃力1同士で何ができる。残念だね、相打ちだよ。だがアーミタイルは戦闘では破壊されない。しかし君のモンスターは。それはどうかな。何が。霧の王城の効果により僕のモンスターは別の楼閣に移ることで破壊を免れる。しかしモンスターが元々いた楼閣モンスターゾーンは使用不能となる。モンスターゾーンを潰してまで戦闘する意味がどこにある。だから相打ちじゃないんだよ。バカな、アーミタイルが。キングミストに声をかけることは許されない。王以外のモンスター効果は全て無効となる。なんだと。王家の剣を装備したモンスターが戦闘を行ったバトルフェーズ終了時、紋章が一つ輝く。そしてキングミストの攻撃力は紋章一つにつき800ポイントアップ。ターンエンド。アーモン、すごいね。うん。エクゾディアがダメでもちゃんと別の戦術を用意しているなんて抜け目ない。そうだね、それでこそ王だ。王の風格だ。お前のターンだ。はいはい王様。僕のターン。ドロー。僕は再び幻獣士を召喚。モンスター効果は使えない。分かってますよ。幻獣士でキングミストを攻撃。シュートオブビジョン。霧の王城がある限りキングミストは死なない。でもダメージは受けてもらうよ。紋章は2つ。これで幻獣士の攻撃力を上回った。ちなみに紋章が4つになった王家の剣とキングミストを墓地に送ることで相手は4000ポイントのダメージを受ける。ターンを終了。エグゾディアがなくったって君は十分に強かったんだ。僕に拮抗できるほどに。だったらどうしてエコーは死ななくちゃならなかったんだろう。無駄死にだね。間違いない。ここにヨハンが、いやユベルが。眩しいわ。入り口はどこなのね。クリクリ。いや、ちょっと待つのね。危険なのね。ユベルは待っていると言ったんだ。行かなくちゃ。シニョール。ショーの兄貴。待つのね。置いてかないで。もう戻れないのね。道がない。どうする、十代。どこだユベル。俺はここだ。ここにいるぞ。
彼らはこれまで出会った別の次元の住人たち。よし、これは僕のターン。俺たちのいた世界。俺が俺たちや彼らをここに。ジューダイ、シニョールジューダイ。あれ、セリスリー、橋よ、橋ができたわ。大丈夫、渡れるわ。この上にユベルが。わかっているよ、君はエコーのことなど愛していなかった。いや、エクゾディアを掌中に収めるための条件をクリアするくらいは愛していたのかな。でも本当の意味で愛し合ってはいなかった。君は一方的に彼女を傷つけるだけで、君自身は傷ついていない、苦しんでいない、痛がっていない。持って回った言い方はやめろ。何が言いたい。僕は傷ついたよ、苦しんだよ、痛かったよ。だから10代にも同じ思いを味わってもらっているんだ。それが愛し合うということなんじゃないかな。ユベル。僕のターン、ドロー。バトルだ。キングミストで幻獣士を攻撃、ミストストラングル。カードを3枚伏せてターンエンド。だいぶ息が上がってきたな。やはり相当なダメージを負っていたようだな。バカな、ダメージを回復するためにこそこのデュエルがある。奴の心の闇を引きずり出し食らうために。心の闇。そうだよ、今まで君がまとっていた強固な意志、その殻の中に渦巻いていた心の闇、それがようやく見えてきたんじゃないか。もう少し、もう少しだ。僕のターン、ドロー。マジックカード、アカシックレコードを発動。デッキからカードを2枚ドロー。ドローしたカードがこれまで使用したカードなら除外する。新たなカードだ。永続魔法ナイトメアシャッフルを発動。墓地からランダムに1枚カードを選択する。そしてナイトメアシャッフルの隣のマジックトラップゾーンにセットする。自分のターンのスタンバイフェイズに新たに墓地からカードを選択し、このカードと入れ替えてセットする。そしてセットしたカードを発動する場合、発動条件に見合っていなければ手札および場のカード全てを墓地に送る。一か八かのカードか。完璧なる王に歯向かうには天にすがるしかないじゃないか。ねえ王様、教えてよ。愛する者を虫けらのように殺して、そんなことは平然と忘れられる。君の心の闇よ、王の闇よ、知りたいよ。心の闇の中に何がある。ねえ教えてよ、何がしたかった。
お前、まさか。僕はここで理想の世界を作る。アーモン。苦しみも痛みも貧しさもない世界を。人を羨むこともなく、妬むこともなく、軋轢のない、争いのない、すべてのものがなりたいようになれる、そんな世界を僕は作る。失望したよ。何が世界だ。そんな世界に僕は住みたいとは思わない。世界というのはね、愛する者と二人で作り上げていくものを言うんだ。僕にとっては10代と作り上げるもの、それが世界だ。君もさ、愛する者と作ればよかったんだよ。君たちだけの世界を。空っぽの王様がのたまう絵空ごとよりも、ずっとずっと素晴らしい世界を手に入れることができたのに。ああ、くだらない。全く無駄なデュエルだ。グレイブスクワーマーを攻撃表示で召喚。攻撃力ゼロ。グレイブスクワーマーでキングビーストを攻撃。ストラグルクロー。グレイブスクワーマーの効果発動。キングミストの前では効果は発動できない。死者は別だ。死人に口ありさ。墓地よりグレイブスクワーマーの効果を発動。グレイブスクワーマーが戦闘で墓地に送られた時、場のカードを1枚破壊する。僕は王家の剣を破壊。トラップカードをオープン。クレストバーン。王家の剣に乗っていた紋章の数だけ霧の王城の楼閣を使用不能にする。バカな、これでお前は全てのモンスターゾーンを。どういうつもりだ。ターンエンド。エコー。僕のターン。ドロー。全ての楼閣がなくなった霧の王城と手札全てを墓地へ送ることで、墓地のカードを4枚選択して手札に加えることができる。ただしこのターンバトルフェーズを行うことはできない。まさかお前。エコーのことを忘れたことは一瞬たりともない。エクゾディアを。エコーは我が家にいる。どんな時もお前が笑った理想世界を僕はエコーと共に作り上げる。リバースカードをオープン。ブレイクザシール。自分のフィールド上のこのカードとこのカード以外のブレイクザシールを墓地に送り、デッキから封印されしと名の付くカードを1枚手札に加える。もう1枚のブレイクザシールをオープン。ナイトメアシャッフルを墓地に送り、その効果でフィールドにセットしたカードを発動する。速攻魔法発動条件は合っている。手札断殺の効果。お互いに手札を4枚墓地に送る。へへ。チェーン終了。残念だったね。墓地へ送った枚数分ドローする。僕は4枚。僕はゼロだから1枚ドローする。ブレイクザシールの効果を処理。マジックカード鳳凰神の羽を発動。手札を1枚捨てることで墓地から選択したカードをデッキの一番上に置くことができる。何？そんな
ことがありうるのか。次で俺の勝ちは確定する。カードを1枚伏せてターンエンド。またエクゾディアを。これは闇。女、死してなお愛する者を守ろうとする女の闇、僕を殺そうという、これを、この闇を待っていた。僕のターン、ドロー。トーチゴーレムを召喚。トーチゴーレムはトーチトークン2体を攻撃表示で特殊召喚することにより相手の場に召喚される。何？そして2体のトーチトークンを生贄にユベルを攻撃表示で召喚。ユベル、見せてあげるよ本当の僕を、本当の愛を。なんだこれは。エコ、女の心の闇よ。さあここに来て。何、何よ。僕が憎いんだろう。ここだよ、この心臓を貫いて。さあ。エコエコ。僕への戦闘ダメージはその数値分相手に与えられる。よかったねアモン。エコ、やっと二人は痛み苦しみを分かち合えたんだから。エコ、エコ。ありがとうアモン。元気が戻ったよ。十代、早くおいで。ばったりじゃなく、つまらなくても不適されないで、誰もせい